そしてこんにちは、田中正です。はい、お願いします。いつもね、イベントも来てくれる、はい、田中正くんが翔平 TV の紅白戦にも来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、まあ僕らの話題といえば、はい、グローブじゃないですか。そうですね。去年の11月に、はい、龍のグローブとか、はい、いろいろ出してもらったんですけれども、はい、今回さらに増えたと。そうですね。で、それを僕前もって DM でちゃんと教えてもらってて、もうほんと何ヶ月も前から来てましたね。そうそうそう。ここでちょっとね、もしいろいろとご紹介してもらえればと思います。はい、噛んだ。はい、それではまず1個目お願いします。はい、まずこちらになります。はい、おっと、これはこれは2019年のオールスターで使用されていた源田選手モデルのグローブになります。はい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 。口調はもう言わずもがな、バスケットウェーブじゃないですかね。うん、まあここですよね。そうです。で、まあドテヒモが元から抜かれている。はいはいはい。源田選手もともとソフトボールをやっていたので、うん、まあ、土手を広くしてちょっと奥目の方で掴むような形になっているのがポイントっていうか、うん、まあ、特徴の一つかなと思います。はい、もう一個さらに言うとさらに広いんですよね。そうです。そこがまあ源田選手、僕も源田選手モデル持ってて、まあ翔平 TV も持ってたりとか。そうですね。まあでもね、オールスターボールですからね。そうですね。まあ玉はみはい、がゴールドって、うん、オーダーでできないじゃないですか。できないですね。だヘリカーもゴールドなんで、はい、まあ、珍しいって言っちゃ珍しいのかなって僕の中では思います。硬いですねこれ。そうですね。僕ちょっと硬めが好きなので、うん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 、ちょっとまあそんな柔らかくしすぎない片付けを今してるので、はいはいはい、まあ、握ってなくても分かる硬さだなっていうのがあるんで、はい、いやもうかっこいい。ありがとうございます。はい、はい、続いてこちらになります。はい、あれ、こちら村正のグローブに浦政、田中正。そうなんですよ。ちょっとそれにちなんで持ってきました。特徴って言ったら、まあ、与平さん持ってみれば分かると思うんですけど、うん、とにかく軽いんですよね。あそうです。宙に浮いちゃうような。マジで軽い。マジで本当に軽いです。あの、僕、インスタとかに、ちょっと買ったグローブとか載せてるんですけど、うん、そこにたまたま浦政さんのアカウントから、コメントが来まして、はい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 、軽いんですけど、普通のグローブと芯材とかは変わらない。どこ軽くしてんのって話ですよね。そうなんです。取った感触もう別に痛くもないし、うん、でも軽いっていう。はいはいはい。これなんか型の特徴とかってあります？型の特徴はちょっとウェブによって分けてるんですけど、こちら H ウェブになるんですけど、こういう本当握るような、うん、握り込むような形にしてますね、はいはい、僕は。これ軽いから柔らかくなりやすいとかってもあるんですか？そうですね。僕はもう本当パンチャーでパンパンパンってやっただけで、本当こんな感じ。しっかりしてるけど軽いし手に馴染みやすいって言ったらいいかな。そうです、はい。へー。ちなみにこれどのくらいのお値段で買ったんですか？税込みで5万5千円。ああ、まあ公式だったら普通ぐらいですかね。そうですね、はい。もう先輩たち卒業したこの時ぐらいに買っておいて、はい、まあ、軽いから使いやすいし、そうそう、で手に馴染みもいいから来年の夏さんにちょうどいいぐらい、はい、もう全然使えますね。なるほど。皆さん聞きました、高校記事の皆さん。全然いつでも使えるグラブです。なるほどです。ありがとうございます。はい、続いてこちらになります。はい、水のプロの外野手用ですね。はい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 、はい、大田大選手、日本ハムの、はい、をモデルに作らせていただきました。うん、これはブロンドにオレンジですね。うわ、かっこよ。でも似たような色を合わせるっていうのがおしゃれだな。で、まあここですよ、ダイバーシーブルーにアイビーラインでね。はい、ここでも色変えられるっていうのがね。そうですね。アイビーラインと合わせたのかな、刺繍も。あ、そうです、合わせました。まあブルー系の色使ってて、田中正と書かせていただきました。はい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 。いや、すげえ。ちょっと一つ特徴を伝えたいんですけど、はい、水のプロの外野手用の特徴って、はい、基本イチロー選手モデルをベースにしてるんですよね。T 字のウェブ、はいはい、を使ってるのはイチロー選手モデルなんですよ。うん、でもたまにトンボウェブ、例えば広島東洋カープの西川龍馬選手とか、はいはいはい、栗山匠選手ってそれはイチロー選手モデルではないんですよ。へー。イチロー選手モデルをはめた時にちょっと感じたのが、補給面から指先までの長さ、はい、ちょっと長いように感じたんですよ。あ、そう言いますよね、はい、イチロー選手モデルって。で、太田大志選手もはめた時にちょっとイチロー選手モデルより大きいかな、はい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 、で長いクラブ、うんうん、でちょっと球際をしっかり補給しようと、はいはいはい、球際も意識して T 字にそうですしてるんですよね。はい、球際も負けないようにっていう。ありがとうございます。はい、じゃあこれね、もうなんか喜んで DM 飛んできたグローブなんですよ。そうなんですよ。じゃあお願いします。最後こちらになります。あらわー、白い。こちらも水のプロの内野手用で坂本選手モデル。はい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 。これ届いたばっかっすよね。比較的最近ですよね。そうですね。2、3週間ぐらい前に届きましたね。はいはいはい、めっちゃくちゃ入る。でも1個やっぱ気になっちゃう、汚れなんですよ。それはしゃあないでね。内野を守ってるからにはしょうがないと思うんですけど、うん、自分でも
なんでこの色にしたいのなみたいなちょっと思ってるとこもあって、まあでもそれがね、今の考え方って汚れがあんまり良くないって考え方、そうですね、ですけどしっかりと落とした時に残る汚れも、それもそれでめちゃくちゃかっこいいなって、まあ、味出るんじゃないですか、結構型はまあじゃあ坂本選手モデルでこういう形しっかりと握れるような形になってます。リップにしては軽いっすね。軽いんすよ。持った瞬間もっとずっしりくるかなと思ったんですけど、まず最初に感じたのは軽いっす。軽いです。失礼します。はい。あ、伝わる。やっぱしっとりと押しますね。水のプロなんで。ね、これもね、やっぱ白いグローブに、白いグローブにこのダイバーシブルが入ってますんで、はい、これもバイルだっていうのを感じますね。はい、ありがとうございます、はい、ということで今日はね、わざわざ岐阜から来てくれた田中将くんの4つのグローブを紹介させていただきました、はい、もうこだわりの詰まったというか限定品だったりとかね、オーダー品だったりとかですごいいいグローブたちなので、皆さんもちょっとオーダーする際、参考にしてみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。プレゼント企画開始します。はい、ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうってことで、はい、もうあげちゃいます。まずはモニターさん、おめでとうございます。おめでとうございます。2000年、おめでとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ。1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります、うん、別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はいはい、たくさんのコメントして、ご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします。革、はい、自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。サムネどうするか、ちょっといいですか、1個。はい、良平さん6月誕生日でしたよね。そうですね、今ちょうど2ヶ月経った。そうですね、はい、6月誕生日ということで、ちょっとプレゼント持ってきたんですけど、良平さん好きな色 何色でしたっけ。まあ水色だったり白だったり、そうですね、まあ、水色系、はい、青系が好きということで、まあ、まず岐阜といえば僕マスカスポーツが大好きなんですよ、はいはい、そこのメーカーといえば何ですか。スポーツ、え、真面目になる、え、竜が、あ、そういうこと、竜がもうバンバン売れてる、はいはいはい、まあそうですね。ってことでこちらになります。マジで言ってんの。こちら竜の T シャツになります。もうなんか長距離移動でしわくちゃになっちゃってるけど、そうちょっとしわくちゃなんですけど、じゃあ出しちゃいましょう。そうなったら出しちゃいましょう。ありがとうございます。いえいえいえ、
龍の T シャツです。僕も龍好きなんで何枚か持ってるんですよ、はいはい、これめっちゃ生地もいいじゃん。めっちゃそうなんです、めちゃくちゃサラサラしてて、はいはいはい、翔平のユニフォームと多分同じぐらいサラサラしてるんです。うんうん、ちょっと視聴者さんわからないと思うんですけど、結構サラサラしてるんですよね、こちらも。まあいいメッシュ生地って言ったらいいのかな、両方サラサラしてるんで、うん、まあ、着やすいかなって。いやもうねヘビロテですわ。まあ翔平さんもね8月誕生日だったので、うん、お渡ししたんですけど、今ちょっと忙しいんでね保管のとこにいるんですけど、まあ両平さんは今回動画撮っていただいたということで、まあ動画内でちょっとサプライズ的な感じで。好きすげえ、ありがとうございます。いやいやいや、いやもうこれ大切に大切に着るけどヘビロテさせてもらいます。ありがとうございます、本当に。はい、もうこういうのもいただいちゃったので、より一層頑張っていこうかなと思います。はい、はい、それではありがとうございました。バイバーイ。